どうも、名古屋錦いつもの場所ですぶっちゃけ、というわけで今日はのんべのたしなみということで本日のゲスト素敵なゲストに来ていただいてます、久野智恵さんです。どうぞ。カモン。イエーイ。こんにちは。タクシーズの友之助こと久野智恵です。タクシーズ。はい、タクシーズと言います。タクシーズ。はい。手挙げたら止まってくれるの。まさしくです。男の元にキュッとキュッと。なるほど。その辺を根掘り葉掘りやらしいことも聞きたいと思います。お願いします。とりあえず今日の店行こうか。行きましょう。おい。小沢和義のカズチャンネル。はい、というわけでここですね。今日のお店はダヴィンチ。ダヴィンチさん。ダヴィンチ。ダヴィンチ。レオナルドはついてないけどね。ダヴィンチです。邪魔します。本日はどうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。はい。社長の河合ちゃん。河合です。河合ちゃんって呼んでください。河合ちゃんです。大のブシネファンです。おー。大のブシネファンです。というわけで、はい、出会いに乾杯。乾杯。おっす。いただきます。おっす。乾杯。タクシーズってどういうこと？タクシーズっていうのが、普段、名古屋のタクシー会社に富士タクシーっていうのがあるんですけど、はいはい、実際にタクシードライバーとして働きながら、ここで芸能活動もしてるエンタメタクシードライバーユニットと言います。じゃあ歌とか歌うの？はい、歌って踊ります。マジで？はい、栄とか金山とかのステージで歌って踊ってます。うん、そうなの？はい。二種免許って簡単取れるもんなの？あの、難しいとは言われてたんですけど、なんとかストレート合格もできて、はい、今お酒飲んでるけど、はい、タクシーって乗車前とかってすごい厳しいんでしょ。そうです。なんかチェックが出勤前と出勤終わって事務所に帰ってくるときにもう一回アルコール検査をします。なんか後ろが少し気になります。こちょ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 してるな。うわ、何すごいの来た。おお、サルバッチョ。いやー、最高です。素晴らしい。どうぞ食べてください。 ありがとうございます。はい、いただきます。いただきます。いただきます。タコ好きなんで。あ、いいですね。いただきます。ほら、うまい。うまい。いただきます。おいしい。ありがとうございます。最高です。基本的にここってイタリアン。まあ、そうですね。創作イタリアンです。何でもやります、最近。前見ましたよ、湯。その変装癖のある君。はい。モノマネする人だよ。はい。どうもよろしくお願いします。ご無沙汰してます。古畑と申します。それはどうもです。ご一緒しませんか。よろしいでしょうか。どうぞ。それでは失礼いたします。どうも、はじめまして。はじめまして。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。タクシーズです。タクシーズ。はい。わあ。これ何ですか？ニョッキのカルボナーラ。ニョッキのカルボナーラ。ちょっといただきましょうか。はい、いただいたらいいですか、ね。あ、なるほど。はい。当ててみよう。あ、当てていただけるんですね。うん、じゃあ、このニョッキをね、いただきたいと思います。あら、本当にね、このカルボナーラがこのまとわりついていい感じですね、このニョッキね。わかる。女性は女性だよね。はい、女性です。もう亡くなられました。うん。これはわかる。でも世代じゃないんだよ。世代じゃない。淡路ちゃんでしょ。淡路じゃないのね。あ、淡谷典子さん。淡谷典子。あ、そうだ、淡路じゃねえよ。淡路じゃない。もうリアルガチで本当にもう出川さん、ね、いやいや、もうこれはよかったよかったです、よかったです。リアルガチって言葉似てなくてもすぐ分かる。ワードになるものがあったらそう似ちゃうかもですね。なるほどね。待てーとかね。なんだそれ。
ルパンに入れてくれちゃった。そうです、銭形です。はい、銭形です。この声ができるとツンツクツクツクツンと、そうそうそうですね。これができると雨を避けたロッカール、まあこういうなんかいろいろこう応用が同じような声が、はい、そうですね。なるほど、はい、なんか一個が出るといろいろ派生してくる、ね、そうですね、枝葉でいろいろ、はい、似たような声を探してレパートリーを増やすみたいな。それこそ V シネマで相川翔さんとか、うん、翔さん、はい、出川さん、尾崎清彦さん、藤井文也さん、このあたりがちょっと、え、近いのそれ、声の出し方としては近いですね。例えば今のいや盛り上がちでっていうのが、うん、ちょっとだけ細くして高くすると、いやどうもヘラクレスオオカブトが大好きなっていう感じにこうなっちゃうみたいな。ちょっとあの声の出し方はね近いですよね。はい。翔さん怒んないでください。すいませんでした。すいませんでした。近いらしいです。翔、はい、さん。はい。力さんのカオルちゃんって知ってる？はい、知ってます、知ってます。カオルちゃん最近、はい、あの真似はできるんだよ、ね。あ、できる。これだけ。はいはい、ちょっと。これが力さん。確かに確かに出ますね。カッペッ。これ入門編だよみたいなありますか、モノマネの入門編、はい、まあ、ゲゲゲの鬼太郎の目玉の親父とかは結構男性でも女性でもやれるんじゃないか。はい、おい鬼太郎、そうです、そうです、ってことだ。そういうことです。潰すんだ。そうそう、おい鬼太郎、そう、いいですね。それができると、はい、あの安田大サスパスのクロちゃんとかね、わわわわが、そう、フロもできます。できます。クロちゃんレパートリーに。山ちゃんなんかリクエストある？モノマネですか？昔のドラえもんとかできます？ドラえもんはね、今日ちょっと定休日ですね。定休日なんですよ。これできる？え？僕ドラえもん。それ顔さんじゃないですか。あと小沢ひとしがやる、はい、ドナルドダック、はい、お願いします。ドナルドダックだよ。名前を言うこのネジムラやっとやってみて、無理無理、声やってみて、やーみんな、やーみんな、ポグミッキードナルドダックだよ、ドナルドダックだよ。ディズニー系は分かるんだけどね。さて帰ってこれるかな、スプラッシュマウンテン、おっとなっていい名前じゃなんて、いいね、あ、わかります、いいね、わかります、ドドリドテン、おー、すごいすごい、スプラッシュマウンテン、そうそうそう、いいね、あ、嬉しいですね、いいね、行った気になるね、わかります、いいね。どのぐらいやってんの、どうですかね、1997年ぐらいかな、27年ぐらいはやってると思います。アメリカにちょっと住んでて、はい、はい、カラオケとかに乗り遅れるじゃないですか、アメリカにいる間、うん、新曲とかに、うん、でカラオケに行ってこうみんなが楽しんでもらえるのは、うん、時代を問わずモノマネじゃないかなと思って、まあ、モノマネにかじりついた。なんか夢は、夢ですか、うん、私あの今グループで歌って踊ってるんですけど、うん、ソロでもたくさんのお客さんを呼べるようにしたいです。それでもやってるの、はいはい、まだたった1回だけ本当に最近たった1回だけソロでいきなり行ってみました。うーん、とりあえずグループ名はどうぞ。タクシーズです。タクシーズ、あ、そこもタクシーズなんだね。はい、グループ名がタクシーズです。タクシーズの乗ってるタクシーは1台しかないんですよ、はい、ピンク色の薄ワイヤーに乗ってまして、ピンク、もし街中で見かけると相当目立つ。いや、あれじゃん、京都の四つ葉のクローバー、はい、同じようなレベル扱いになると、はい、そういうのがあるんですね、京都に。京都にほら、はい、三つ葉のタクシーがあって、はい、それの中で何台かが四つ葉がある、四つ葉のクローバー、それに乗るとラッキー、ラッキーで、ラッキー名刺とか、はい、やってんでしょ、はい、それ、はい、ほらラッキー名刺、お守りとかね、はい、あります、ね、ちゃんとご祈祷まで行きましたから、お守りのためにはい、ちゃんとかけてますね、はい、かけてますね、タクシーの方が、タクシー、はい、え、発電料金高いの？いや、500円なんで変わらないです。あ、変わんないんだ、はい、あ、持ってないんだね、持ってないです、持ってないですね。メーターがその代わりカンカンカン早いなって、あのメーターがなんかのタクシー協会で定められてて、いじれないんですよ、はい、いじれないんです、そうなんですよ、一社、そのまとめて会社ごと全、うん、全メーターを変えないと変えれなくて、へー、点検で毎回、はい、上がるときになんか落とすの？ならないです、や
パクピッキパクピッキパクピッキそうなんですよ、それ、はい、あれ最初の声ってウォルト・ディズニー自身なんですよ、ミッキーマウス。あ、そうなん、はい、どのお父さんでも真似しやすい声っていう設定であれができたんですよ、誰もができてる。今日濃いぞディズニー。あ、できてますできてますできてます。上にいるね、ポクトラドラえもんになったらちょっとなんか日本刀が出てくるような感じですよ。日本刀キラン伸びた怖い怖いきっとなんかレパートリーとかってどれくらいあるんですか。多分大小いろいろ細かくいくと120ぐらい。すげえ。でも俺無限大だ。無限大ですね。あの人はね、寄せないじゃん俺ら、はいはい、キャラで作ればいい、はい、無限大だ。勉強になります。何でもできる。いやもうさっきのドラえもんでも納得しましたよ本当に。僕ドラえもん顔ちゃん。というわけで今日の、はい、ゲスト、はい、久野智代です。タクシーズの友之助こと久野智代です。はい、友之助っていいんです。はい、甲斐大和と言います。甲斐大和ですよ、うん、モノマネで頑張っております。おっす。私あれ持ってるんです。ファストパスですか。オートピアの。なんだこいつ。今度連れてってください。あ、全然協定の企画いっぱい、協定リリースがまた一人増えた。協定リリースお願いします。というわけでディズニーの会、ディズニーの会と、はい、ドラえもんとカオルちゃんでしたね、はい。じゃあ締めはドラえもん。締めはドラえもんで。僕ドラえもん。チャンネル登録よろしく。怖いわ。日差し。さあ使うよ。タクシー捕まえなきゃダメだろうな。お？四つ葉のクローバータクシーが1台。はい、え、迎えに来てくれたの？はい、そう。見てこの声、ひどくない？何時まで飲まれてたの？ね、7時ぐらい。あれ？ついさっき。よし。じゃあ出発します。お願いします。お願いいたします。第一富士タクシーの久野と申します。久野ちゃん。はい。久野です。クロデース。7時まで飲んでて元気。あ、だからもう酒だよ、残ってる状態だよね俺。アルコール検査したら今ピーって出ますね。臭いよねきっと。なんとか私は今日はちゃんとアルコール検査00で出勤してますんでご安心ください。00、はい、すごい。逆にあの 0.1 でもあればあの出勤ができなくなっちゃうので。それもすごいよね。というわけで免疫につきました。ありがとうね。ありがとうございます。最後にですね、お渡しするものがありまして、うん、じゃあピンクタクシーに乗っていただいた方限定でお渡ししている乗車の証というものがございます。こちら幸運の守りになっておりまして、ちゃんとご祈祷も行ったので効果があります。ご祈祷も行ってくれたの。はい、行きました。ピンクタクシーなんですけど、貸切予約の予約もできますので、ぜひぜひ富士タクシーのホームページでお問い合わせいただければと思います。